はい、お元気様です。久留米市手術の平です。本日もですね、今週末は後期試験ということになってますからですね、後期試験に向けて最後の高3高卒浪人生、追い込みをかけていると思いますので、しっかりとですね、そこら辺の、まあ、不安払拭というか、まあ、入試の話ではないと思いますけれども、まあ、浪人した時にどうしようとかいうのがですね、頭の中をこう駆け巡ってるみたいですから、まあ、そこら辺の話をしておきたいと思います。はい、ということで、背景ですけれども、これ忘れてました来週ですね、一応今週の木曜日の私の出張、まあ、毎週木曜日私出張してますが、今週の木曜日、まあ、この経営者団体の委員会があるんでですね、今週の木曜日はそれで出張ということになります。で、来週の水曜日、これですね、3月の17日ですけれども、例会があります。で、オンライン例会で、これ、定員が5000人とか、ちょっと切れてますね、定員が5000人とかだったかと思いますが、まあ、結構大規模でやりますんでですね、18時半から、6時半からですね、気になる方はお問い合わせください。はい、まあ、それでも人生にイエスと言おうっていうような感じですね、もう諦めるのか、チャレンジするのかっていうようなことで、まあ、経営者や経営幹部や、まあ、社員さんたちね、これからその未来に対して、まあ、不安があるとか、なんかある人たちはですね、ちょっとこういうふうな、ちょっと気合の入る研修を受けられるといいと思います。はい、ということで、ちょっとその辺の、お誘いでした。さあ、ということでですね、まあ、なんちゅうのか、まあ、昨日の動画なんかで上げたんですけれども、まあまあ、勘違いがないように、寮管理システム予備校ですね、別に悪く言ってるわけじゃないんですよ。その最悪のパターンがそういうふうになりますよっていうようなことで、今教え子たちも言ってましたけれども、まあ、その寮管理システム予備校もこう段階があるみたいなんですね。校舎をいくつかに分けて、でもう徹底的にその監獄予備校と言われているぐらいにきつい内容にしている寮管理システム予備校から、だんだんこう優しく内容をですね、そんなにきつくない、縛らないような形でやっていくような形で、今のようなその昔と違ってですね、にゃっとした時代なのでですね、非常にこうメンタルがもう最近はですね、まあ、厳しいなというふうな時代に入っていますので、それに合わせた形で割とゆっくりとできるようになっているというふうな、そういうこともあります。はい、ということでですね、まあ、そんなに寮管理システム以降に入ることにそんなに心配はしなくていいと思いますので、まあ、そこら辺は説明を聞いてもらったらいいと思います。まあ、うちなんかはですね、もう浪人生は毎年5人前後、まあ、5人はいかないかな、5人以上にはならないかなと思いますが、はい、まあ、何せその高3高卒浪人生だけで20人しか定員がないわけですよ。で、高校2年生って今うちに10人ぐらいいますから、その子たちが持ち上がったら20人のうち半分は、ね、その持ち上がりの子たちで埋まっちゃうんですよね。残り10人しか入れないんですよ、高3高卒浪人生は。で、あっという間にうちは埋まりますので、まあ、それで結構ですね、10月とか11月とか時期になって結構文句が出るわけです。どうして埋まってるんですか、ですらもうとうの昔に埋まっておりますよという話なんですけどね。はい、ということで、まあ、一応まあ、ちょっと話がそれましたが、やっぱ浪人するときに、その何ていうのかな、結局自分なりにちゃんとこうするっていうふうなのがない人っていうのは、やっぱりそこまで徹底的にやってくれる寮管理システムの予備校であったとしても、やっぱり無理があるんですよ。だからもうその寮管理システム予備校に行ってた子たち、今までずっと30年間ですね、そこが終わって、そこを卒業してですね、卒業してとは言わないか、ね、その寮から出てきて、それで大学合格しましたって私の方に報告に来るわけで、やっぱその寮管理システム予備校はすげえなというふうには思ってですね、こんなに手のかかった子をですね、本当に徹底的にやると。だから私が今までやってきたようなその 2,3 万とかですね、それくらいのレベルでの手のかけ方とは違う、やっぱりその毎月20万とかですね、払わせているだけのことはちゃんとやってるなというふうなことではあるんですよ。ただそれでもやっぱりですね、もう自習室でずっと寝てるだけっていうふうな寮管理システム予備校に来てる浪人生たちって結構いるわけですよね。だからもうそういうふうになってくると、
その寮管理システムのその予備校にいるスタッフのスタッフというか先生たちなんかもですね、もう最後は諦めると言ってましたね。パシ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 やられるそうなんですけれど、それでももうグー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 ずっと実習室の中で寝てるだけっていうようなことをずっと一年中繰り返している子たちって毎年いるそうですから、もうそういう子たちはもう諦めるというようなことを言われてますから、やっぱどうしようもない子はいるには言います。はい、それはちょっと極端な例なんですけれども、まあ、例えばですね、私が高校3年生の時に通っていた九州英数学館とかはもう今もうほとんど留学生だけがね、外国人留学生を受け入れるだけの予備校になっちゃってるみたいですけれども、美術予備校がまだ残ってるかな、うん、でそこなんかでもやっぱり第一次修室と第二次修室で分かれていて、で第一次修室ででっかい何百人も入れるようなところで、もうみんなギャン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 騒ぎながら、ね、全然自習になってないわけですよ。もう現実逃避しているというような状況だったんですね。だから私はもうその15人ぐらいしか入らないようなその第二次修室の方に行って、そこはもうみんな気合い入れて勉強してるわけですよ。浪人生たちはそこに混じって気合を分けてもらってですね、もう自分一人では気合が入りませんから、そういうふうにもう周りで殺気立っている浪人生たちに囲まれて自習をしてました。はい、でさっき前の動画でも言ったように、河合塾とかよゼミとか寸大とか足を運んでみると、自習室とは別に教室みたいなところで自習してる子たちがいるわけですよ。でその教室に必ずなんか先生かスタッフかですね、一人ついていて、で自習しているところでじーっとこう一緒にいるっていうような状況ですね。まあそういうふうにやらないとやっぱ自習しないんですよ。だからそういうところに自分から足を運んで自習をするかどうか、ちゅうのはものすごく大事なことなんですよね。はい、でまあとにかくうちの自習室なんかもですね、前の動画でも見せていると思いますが、このサムネイルのところを見たらパッとすぐ分かると思います。自習風景が映ってると思いますね。はい、数日前のやつがそうですけど、サムネイルに、まあ、自習室の状況がわっとこう映ってますけれども、あれ見ると逃げ出す子たちっているわけですよ。うちに入会希望とかいう感じで来るんですけども、うちの自習室のああいうもうみんなギラギラやってるような状況のですね、自習室を見るともう逃げ出す子たちいるわけですよね。はい、だからうちの場合は偏差値低くてもいい、お金がなくてもいい、やる気だけ持っといでというねやる気のある子だけがね、やる気だけだったらもう日本一やる気のある子だけは日本一集まるのは、うん、いやもうメンタルの勝負になりますからね。ということで、そういうふうな嫌だなっていう嫌だなっていうその遊んでしまうような自習室じゃなくって、勉強するっていうような自習室の方に集まらないといかんですよと、そういうところが必ずちゃんとね、そういった、まあ、河合とかよゼミとか寸大とか行った場合でもちゃんとみんなで自習しているようなスペースでありますから、でガラガラ空きなんですよ。もう教室の前の方にこう、ね、固まって、で前の方にその先生かなんか、まあ、職員がですね、一人こう教壇のところにいて、それでみんなでちーっと実習してるというのが廊下からこう中を覗いたらですね、やってたりするわけですよ見たらですね、だからそういうふうなところに集まらないといけないんですよ、うん、でやっぱりガラガラ空きですから、ほとんどの人はもうやっぱり普通の実習室の方に行っちゃってるんだと思いますけど、そういうところで気合が入らないんですよね、うん、だから今年受かってるような子たちですね、ものすごくやっぱ学校の先生たちに対して感謝の気持ちを述べてます。だからもうね、うちで自習してるだけなんですから、だから学校の授業のおかげで大学に合格してるわけです、うん、でもその時にやっぱりここのところずっと見てて思うんだけれども、私がもう自習室自習室だけどずっと、ね、こちらの久留米市内で流行らせたもんですから、各高校ね、夜遅くまで自習をさせるっていうのが今流行ってるんですけれども、やっぱりですね、学校で残っている子たちっていうのはもうみんなおしゃべりばっかりやってると、うん、だからまともな生徒たちは学校が終わったら放課後はもう塾や予備校の自習室に行ってるというふうなのをやっぱり言ってますね。だからなかなか夜の8時とかにうちに来る子たちがいるんですよ。なんでこんなに遅いんだっていうふうに聞いてみると、学校に残って自習してたと。でもそれ全然自習になってないんですよ。友達ともおしゃべりだけして終わってるんですよね。だから学校に残っても意味がないんですよ。かといってそのまあまあいいや、ちょっとこれあれですね、受験生向きだからちょっと置いとくとして、高一高二のところで話しましょうね。だからそういうふうなことで、
そのやる気のある人たちが集まっている自習スペースに行かないと、やっぱりそこら辺はですね、自分なりにちゃんとやれるようにしとかないと、まあ、これから の, そのいくら予備校選びをうまくやったとしても、入った後で本人がうまくいかないっていうのがありますよね。そこだけしっかり押さえておいてください。なんか寸大とかも実習室とか言ってから打ち出してますけどですね、そんなもん打ち出さなくてもいいのになと、ね、答申とかも実習室とか言って、もうそういうのは中小零細がやることですから、自分でやることなんでね、もうそんな実習室がどうのこうのとか言ってるような人たちは、やっぱりもう寮管理システム予備校に入らんとダメな子たちですよ。もうはっきり言って、ああいうふうな寸大の広告とかね、あるいは答申の広告とか、ああいうふうなのを見て、そういうふうな実習室とかそういうのに反応しちゃってる子たちっていうのが浪人した場合には、もう本当にそういうところには行っちゃダメですよ。もう寮に入った方がいいです。寮管理システム予備校でも管理された方がいいですよ、と思いますね。ああいうのはそういうふうな大手がやるもんじゃないですよ。もうそういうのは寮管理システム予備校みたいな、そういう中小企業とかがやることですよね。企業じゃないけどね。はい、ということで、最後まで聞いていただいてありがとうございます。気に入っていただければチャンネル登録をお願いします。下の方に私のブログ、お問い合わせシート、電話番号などありますので、よろしくお願いします。はい、ということでね、もう今日はうちの浪人生が東京工業大学に受かってもう万歳というところでございます。はい、ということで以上です。